はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミストです。今回はシャドウバーサーをやっていきたいと思います。はい、今回なんですけども、まあ、アンリミテッドで戦うんだったらエルフは2択なんですよね、今ね。はい、このデッキかリノセウスってことで、今回はね、アマツエルフちょっと、プレイの方でね、やっていきたいと思います。はい、フェアリーブレイダーアマツ、もしくはこの新設圧連砲を使った、キーカードとしたデッキなんですけども、そうですね、最適ってちょっと僕が考えているのは、4ターン目にフェアリーを6枚手札に加えつつ、アマツプラス新設圧連砲、先にアマツをすることによって、手札の6枚のフェアリー全てが失踪を持ってプラス2、つまり攻撃力2の失踪が6枚、つまり12点は確定。その後、戻れてきました。その後、新設圧連砲を使うことによって攻撃力だけ上げます。突進は失踪の方が優先されるので失踪を持つようになるんですね。つまり攻撃力3の失踪、1コスト失踪が6枚になるんです。強いじゃないですか。だって盤面に5体出して妖精の調べ、まあそうだね、6ターン目あたりにね、フォロワー4体にフェアリー4体にね、バフして失踪させるだけでもで、まあブルームスピリットが輝くことも多少あります。多少ですね。こいつが盤面にいる状態でフェアリー出すと、そいつプラス1にされるんで、フェアリーがこいつも合わせてフェアリーを転送させると強かったで、フェアリーを手札に加える手段としては、フェアリーサークル、ウォーターフェアリーのラスターはスプリット、シャイン、遠征の森、眠れる妖精の森を1コストとして使うと増えますし、妖精の調べも2コスト、2枚が、持ってきて、茨の森、あ、イタズラの精霊は基本アクセラーじゃなくて結晶か、1コスト結晶でフェアリー全体についてたんですね。それではリプレイの方を見ていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあ、それではリプレイの方もね、見ていきたいと思います。お相手さんはヴァンパイアでした。ちょっとお名前が知り合いの方と似てて同じでびっくりしたんですけど、非常になるって約束した。エスコート頼みます。はい、最初ね、フェアリーを手札に加えるカードが3枚来てるんで、ワーターフェアリーエッカーって感じしたんですけど、それとリコットのフェアリーエッカー、あとはアマツもしかして新設圧連砲を引くだけなんですけど、アンリミテッドでアグロっていうと、まあね、アグロっていうことだろうな、ヴァンパイアっていうとアグロがほとんどなんで、おっとっとと思ったんですが、1ターン目出てこなかった、2ターン目も出てこなかった、あやややややですよこれ。フェアリーウィスパラーでフェアリーを2枚3種類のコードが集まって4枚確保ですね。悪夢の始まり、起動しますって出てきたってことは機械も入っているねーと。で、新設圧連砲が引けました。ここはスピリットシャインで1枚燃えますが、新設圧連砲、現時点でアマツが見えていなかったので、ね、この新設圧連砲は使えません。小枝さん、メカゴブリンを2体出して3エンド、ここで引いたのがフェアリーサークルでした。まあ5枚あれば、3×5 で15点見えてますね。守護出されなければっていうことでちょっと怖かったんですけど、背徳の教授を進化、ファーストアンロック、はいはい、ああでね、はい、ここでアマツが引けるんですよ。ただ手札のフェアリー6枚なんで、失踪まで持たすことができないと。じゃあ増やせばいいじゃないってことで、フェアリーサークル増やして、これで新設圧連砲の効果を受けているフェアリーたちもバフされたということで、1コス42失踪が1、2、3、4、5、 5×4 は20ぴったりになるんですね。ただここで死にたくないってことがあったので、フェアリーブレイダーアマツ進化プラス、このターンの開始時にね、追加したフェアリーで盤面を少しだけ取っておきます。アンリミでこういうことしてくるってことは、ホワイトさんあれです、背徳の教授を進化した後、運命でめちゃくちゃダメージ与えてくださいと僕は想定しました。トヨシさん 6PP ワンダーコック2ダメージ与えてくださいと、4C で
で、ブラッドコア殴って殴って、はい、勝ちです。ただ妖精の調べが来ているので、まあ、今はあんまり使われないカードだからちょっと使ってみようということで、使ったような使ってないような、あれ使ったよね、これに妖精の調べを使ってバフされて5点、これもまた頭が悪いデッキでございます。急激唐突の見たですね。はい、ということでね、アマツエルフだったんですけど、このデッキというか、まあ大体ね、今のアンリミテッドって相手の動きを無視したりするデッキが強いからね、だからアマツも結構無視します。まあ先行というか後行とか関わらず、3ターン目にアマツっていうのもめちゃくちゃ強いです。3ターン目までにフェアリーを6枚ですね、まあ、簡単な話、フェアリーサークルとスピリットシャインとか、あとはそうです、ひたすらの精霊を1ターン目に出してスピリットシャインとか2枚2ターン目使えば、あの3ターン目にはアマツがフルで発動するんで、そんなことされたらもうリタイアンキです。3ターン目に4号の必殺持ち守護が並びつつ、手札には6枚の疾走カードもう無理です、固まってこんなのになって、なので、まあ、ベストの動きしたら多分ね、どのデッキにも負けない速さがあるんじゃないかなとか思いつつ、そんなことを思った中、教会ビショップの方が強いかなとも思っている僕でございました。ということで、エンディングへ参りましょうか。はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな、でここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね、バイバイ。